あなたたちは通常いくつの装備を使いますか？完全武装で敵を引いたのでしょうか？メカに変身して全てを薙ぎ払うかです。かっこいいように見えますが、私にはどれも派手に見えます。ミサイル兵器一つで簡単にゲームクリアできましたから。コンキスタドールを見てください。たった一発しか発射できませんが、爆発後も12発の追跡射撃が可能です。前期に押し寄せる敵機に対しても簡単に解決できました。その成長速度も恐ろしいものです。1ランク上げるだけで威力が2倍になります。今では一度に24発の追跡砲射が可能です。追跡戦は標的を探してぐるぐる旋回します。全ての敵を全滅させるまでです。コンキスタドールを4つ星まで上げました。この時点でクラスターミサイルを3発発射できます。爆発分裂した36発の追跡戦はまさに敵の最後です。この恐怖の弾幕の下で生き残るものはいません。でもそれが一番大げさではありません。フルレベルになった武器はスーパー武器に進化することも可能ですから。スーパーコンキスタドールは2つの真っ青な角球に変身します。自動的に追跡されるエネルギーの矢を発射し続けます。スクリーンいっぱいにエネルギーの矢が待ち構えているのが見えます。敵を見つけたら真っ先に破壊します。まさに無敵の存在です。ゲームは左下にありますので、好きな方はぜひ試してみてください。